はい、レオンです。今回もね、 HK9 ミニプラスのね動画やっていきたいと思います。今回もね、このウェアフィットプロ内の一般的な機能設定の詳細からカスタムウォッチフェイスから、今回はこちらですね、自作のパーソナライズベルって書いてますね。複数の操作は必要ありません。設定を数ステップで実行するだけでって書いてますね。これは着信音ですね。あなただけの着信音を定義しよう。カスタマイズ。あれ？これが認識されてないな。さっき認識されてたんだけど、これできるかわからんけどね、ちょっとやってみようかなと思って。これですね。トランセンド。これフラッシュメモ、USB フラッシュメモリーですね。これの NCS ちょっと選んでみようか。バイオハザード意味ないかな。容量が小さいやつがいいな。できたら大きいな。 NCS これ保存ちょっとできない場合があるんで、容量不足で、そういった場合はさっきの昨日転送したNCS のフェードをちょっと消すんでね。どれがいいかな。小さいやつちょっと、これいってみようか。 2.7MB しかないから、これできるかな。できますね。これ好きなところにできるんだ。ドラッグ、トラックをドラッグし、クリップを選択する。あれ？できないんだけど。できるか。時間はどのぐらいできるんだろう。これこの時間しかできないってことか。なんかあれだな、感度がなんていうの、なんか多かんな。なんでだろう、これ。できるっすね。バイオハザードやってみようかな。あんだけやったら、あれ選んでみようかな。BO2 のやつ。コールオブデューティー。容量がでかいのが、11点、これですね、真ん中 6.4MB。 時間が長いから、あれ、これじゃないな。なんでだ。 MP3 コールオブデューティー、これですかね。あ、これだ、これ。これなんだ、これ。やり方がわからんな。なんでだろう。ちょっと意味がわからん。コールオブデューティーのこれ、トラックをドラッグし、クリップを選択する。まあ、これでやってみるか。ダメだ、保存に失敗しましたって書いてる。トリミングファイルサイズ 4KB。 これダメだな。できないやつもあるのに。 MP3、 NCS 選ぶか。やっぱりさっきのこれだな。容量がちっちゃいやつじゃないんだけど、
ょ、できるかな、ダメだな、ちょっと容量これもうちょっと下げたらいいんじゃないかな、あの時間、あ、できたできた、これっすね、あ、じゃあこれ転送できるのか、あ、そうか、できるわ、 OKOK、 これあの これをさ、ここではできないのか、これね、次ね、ローカル音楽に多分入ってるんじゃないかなと思うんですよ。あれ入ってないな。ちょっと待ってよ。これ今ちょっとこれベルのやつ押したら時計に着信音を追加中ってなってますね。ちょっと時間かかりますね。でもだから着歌なんかもできるっていうことなんでね、ボーカルが入ってるやつなんか、俺が好きな AKB の曲とかいろいろ入れれば入れることもできるということで、あんまりでもストレージが 1GB しかないからね、ホームに戻る、これ着信音の選択メニューからちょっと確認してみようか、これは音と感触ではないかな、着信音デフォルトの着信音、デフォルトのパーソナライズ、あ、これで選べるのかな、システムサラウンド、デフォルトの着信音、パーソナライズされた着信音、これちょっと電話ちょっと待ってね、自分に電話番号電話来たら、お留守番サービスなのな、ちょっとこれは一応電話かかってきたら今設定した着信音が鳴るっていうことなんで、音と感触で確認できないのかな。あ、これでできるか。あ、できないか。オーディオ。確認できたらいいんだけどね。メッセージ。まあ、こういう感じだな。はい。今回ね、この、ウェアフィットプロの一般的な機能設定の詳細からカスタムウォッチフェース内の自作のパーソナライズベルで、この iPhone8 Plus にこの USB カメラアダプターにこのトランセンドの USB フラッシュメモリー内に保存されている曲をこの HK9 ミニプラスのに転送して着信音として設定してみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。はい、引き続き撮っていくんでね。はいはい、失礼します。